お疲れ様です、ゆうじです。おにぎりの話を。気になるのは具だよね。定番なんだと梅とかね、昆布とか塩分濃度の高めのものっていうのを具材に入れることで傷むことを防ぐと。まあ時間を置いて食べるものじゃないですか。だから時間が経った時になんか変なことにならないように、お腹痛いとかにならないように、まあ、塩分濃度の濃いものをこう挟んで、まあ、包んで、でそれを具材にするっていうのがまあド定番かなと思うんですけども、おにぎりの具結構ね、いろんなものにしてもいいんじゃないかなと。俺が好きなのはね、筋子。多分ね、北海道に行った時にすごく美味しいおにぎり屋さんにあったんですよ。あ、これはね、北海道のね、あの千歳空港おにぎり屋さんがあって、 100% 必ずそこのおにぎり屋さんでおにぎりを買って、でそこから千歳から、札幌までってだいたい何十分か電車で移動するんですよ。でその電車の中で食べたりとか、これがね、今まで食べたなんかいろんなおにぎり屋さんとかのね、おにぎり食べてますけど、そこが一番美味しかった。中の具材がいわゆる海鮮系が非常に多い。その具のボリュームが大きい。もう何だったらね、分かりやすいようにちょっとはみ出るぐらいまで具をね、たっぷりと入れてくれたんですよ。なんでよかったらね、皆さんどんな、おにぎりの具が好きですか、コメントとかに書いてくれて教えてもらえたら嬉しいです。なんかトッピーなものとかあんのかな。チョコレートとかね、おにぎりぐらいだったらね、ちょっとここでもできそうだし、サンドイッチとかだとね、フルーツサンドってのあるけど、フルーツおにぎりみたいな、実はこの果物おにぎりに合いますよみたいな情報があればですね、試してみたいと思うので教えてください。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。